本日は、はい、スペシャル企画でございます。はい、ドラゴンボーズスペシャル。なんと、はい、宮城県へ行くスペシャル。アリとスズのね、ライブも抑えられたらいいななんて思ってるんで、はい、また釣りとはちょっと違うかもしれないけど、まあね、歌って釣って歌って釣ってですよ。それも面白いね。ああ、ケイチさんは。汚ねえな。ここどこですか。到着しました。どこでございますか。我がお母さんのお店です。そうです。隠れ家でございます。何のお店なんだっけ。フルハウスモカです。うちはやっとの息子だよ。息子だよ。はよう、だかよし、出発だ。じゃあ僕たち鬼退治へ。猿、はい、ゴリラ、チンパンジー。猿しかいない。ここで歌います。じゃあ撮りません。撮ってください。アーティストです。あれでしょ。アーティストの顔していいのか、ドラゴンポーズの顔していいのか、分かんなくなってるっしょ。です。ちょっと最後になんか一声ください。はい、そうですね。今回は宮城県の石巻って。声ちっちゃいよ。石巻ってことでロックロール。はい。リハーサル。リハーサル。ローラーになってる。ギター死んじゃった。すごいジーって言ってる。ちょっと一回ずっとジー。やっぱりあいつが悪い。やっぱりあいつが悪いっていう、うん、あいつ楽器壊すと探したジーパー穴開いてるから、ね、そう、ジーパー穴開いてるからダメなの。あれがダメなの。そうそうそう、あの右側の方がダメなの。あれだけが問題。あれが問題なの。どっか右側がダメってことか。どっか右側がダメだ。やっぱ右側だね。大体というわけでライブが終わりまして、これからですね、5月市役所があった、はい、跡地の方に向かっておりまして、そうですね、そこで夜釣りを結構しようかというところなんですけども、はい、ありがとうございます。兄さんの体調が優れない。もうそれは致し方ない。痛々しい。結構苦痛な時もあるんですよ。できる限りですね、まあ、無理しない方向で、はい、そうですね、まあ、釣れたらまあそれはそれでテンションが上がりますでしょうし、そうそうそう、はい、というわけで皆様こんばんはでございます。こんばんはでございます。手前の方からマキちゃん、そしてスミスミ、そして、一番奥が兄です。兄です。逆光、逆光、あなた逆光兄ですね、がですね今、ヘチ釣りというかですね、この5月はですね、あのロックフィッシュがよく釣れるということなので、根魚狙いでですね皆さんブリクラで行っております。兄だけはなぜか知らないですけど、ルアーを使っております。ルアーで遊んでおります。このまま夜釣りということで頑張っていきましょう。さあ釣れるのか、釣れるのか、釣れないのか、釣れるのか、全然ね真っ暗くて分からないと思いますけども、海で、ロックフィッシュ狙いでございます。当たりあります。マジっすか。うわ、兄さん釣れました。なに、うふうふ、これはドンコかな。ドンコじゃないですか。ドンコですね。食えますね。おめでとうございます。当てにヘルメットしてねっす。おめでとうございます。やりました、ドンコです。デデデデデ
ってますね。どんこです。よずり成功、いや、この調子でいっぱいいきましょうよ。さすが尾形ズレム。いますね。やりましたね。これあれですか、保存しておきましょうか。そうですね、はい、でもぬるぬるはしてません。あ、取れた。よし、おり、こでかいっす。まあまあいいサイズですね。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。ドドスコスコスコドドスコスコスコ懐かしい。ドドスコスコ、まあ俺の気持ちはドンコ変わらない楽しいのですけどね。じゃあこの調子で皆さん上げていきましょう。そうですね、頑張れ。スミスミもマキちゃんも、マキシ釣れました。なんかね、怖い怖い怖い、多分ですね、怖い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 、激しすぎる。ウィーンウィーンウィーン。何何何、まだ分からなかった、外してあげてください。ビジビジいってる、ビジビジいってる。入れてあげてください。出ちゃいそうです。これはですね、はい、ジャンプが釣れてます。網が釣れてます。いやこれはこれはもう脱出無理ですね。無理ですね。え、あれを釣ってます。あれを釣ってます、あれを。じゃあちょっと釣っちゃいけないものを釣ってしまった。なかなか釣ってよ。いや、なかなかやっぱね、とりあえずさあれですよ、もうこの短時間でドンコとサバ2匹やばい釣れたんで、さすがオガツ。オガツすごいですね。さすがオガツ。マキちゃん釣れるってことが分かりましたね、はい。じゃあ皆様頑張っていきましょう。はいはいはい、定期ホック終了。さあ、というわけでですね、ドンコが1匹と、はい、あとサバ4匹でございます。いやー、やりますね、サバタイムがすごいです。デン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 。ちょっと MC ハマー的なノリですか。デン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 、サバタイム。デンデレデンデデレデレ、サバタイム。デンデレデンデデレデデ、サバタイム。デンデレデンデデレデレ、サバタイム。はい、はい、咲きました。ちょっと僕たちの成果見てもらえます。ちょっとこれやばいっすよ。この数分で、うわすげえ。うわすげえ。AON というオールワンナッシングのどうもどうもどうも、プロダクションの社長さんでございます。はい、どうもお世話になっております。いつもいつもありがとうございます。はい、まさかこんなに釣れてるとは。これがドラゴン坊主なんです。名前に坊主がついてるのか、はい、こんだけ釣れているというサバタイムでございます。すごい。リリ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 リサバタイム。じゃあ行きます僕ら。はい。とにかく今回は爆釣会ということで、はい、でもまだ今回の夢である、3、40センチ級の大物来ていません。今日中に行けるのか、それとも明日へ持ち越しか、かかっておりますよ。なんせ今のところ数で甘きちゃんですけども、大きさ的にはドンコで兄と。でも結構サバのでかいのいるよ、1匹。負けてると兄さん。結構苦痛な時もあるんですよ。じゃあ、僕がもう一匹、サバでないやつを言ったら、そうですね、そうだな、やっぱカサゴとかね、やっぱ立派な魚を、根魚系を行きましょう。はい、というわけで、にぎやかしも行ってしまったところで、はい、真面目に釣りタイム行きたいと思いますよ。初めての磯目。さあ、磯目を切って、そのラメの入ったネイルの爪で、もう触らないと。ね、こすりをつける。乗っただけだ。ついてない。さあどうする。もうここまで行くと男どもはめんどくさい。いくら女といえども餌ぐらいつけろというドラゴンポーズの冷たい線で二人して生餌を触るが、兄は一向にマキちゃんに何かしてあげる気配はなく。じゃあマキちゃんさ、つけてあげちゃうとすぐつっちゃうな。そうだ。でも結果ね、もう触ってるよ。そうそうだ、頑張れっつって。もういいや、なんか噛まないんだったらいいや。その息だ。いやー気持ち悪い。そう、吹けばいいんだ。なんだったら舐めちゃえ、食べちゃえ。もうね、何匹釣る気だってね。おう、
ズバリ練習沖縄曲だ。